いざ、地下へ。おお、幻想的な場所だね。上からの光がいい感じですね。さてさて、どうもモリリンです。ミミリンです。今回は地下での任務、探索をやっていきましょう。楽しみですね。周りにある宝箱とかは本格的に探索するまで、なるべく開けないようにしようと思ってます。もちろん、アチーブメント 100% にするんですよね。もちろん、演歌の宮も 100% にしたし。さすがです。それではやっていきましょう。頑張りましょう。まず、最初に何をすればいいのかな？さっきちらっと見えた光ってる石のところに行ってみてください。了解、あそこにあるやつね。これって集めたらいいことあるやつ？ドラゴンスタインにあった。冬忍びの木と似たものだと思ってください。なるほど、各レベルで豪華な報酬がもらえるやつね。そうです。あそこの全然やってないんだよな。寒いし、高いし、迷子になるしで。今何レベルなんですか？今は10レベルで止まってる。あとちょっとで最大レベルじゃないですか。それにレベル8から毎週5個もらえる任務あるのに。いやー、生物とか気候で忘れることが多くて。それにレベル最大にすれば、翼もアチーブメントも解除できますよ。今度覚えてたらやるよ。見張ってますからね。さてさて、話に戻ろうか。なんか拠点ができたらしいですね。この人に素材渡せばレベル上がる感じかな？早速装備してみましょう。これどうしたらいいの？まず、チュートリアルを見てみましょう。地下でしか使えなくて、装置屋の火を捕まえることによって、エネルギーが補充されます。お、ほんとだ。自分の周りが光ってる。探索しやすくなりましたね。まずは、手がかりを探すのね。そんじゃサクッと終わらせましょう。まず一つ目。二つ目。これで終わり。あとは報告しに行くだけだ。もう終わったんですね。結構大変だった。上の方？下の方？って結構迷ってた。三つの円しか表示されてませんでしたからね。それじゃあ次は、どうすればいいのかな？拠点が設営されたので行ってみましょう。あれ、視線がいないらしいね。どこに行っちゃったんですかね？さらに奥まで行っちゃったっぽいね。仕方ない人ですね。探しに行ってあげましょう。そうだね、探しに行こう。その前にあそこにある素材取りに行こう。あそこ取りに行けます？わかんないけどやってみよう。すごい足場不安定な気がするんですけど。一回じゃ無理かもだけど数回やればできるでしょ。健闘を祈ります。あーこれ無理かもしれない。諦めるの早くないですか？だって落ちたらめんどくさいことになりそう。まるで怪人の鉄骨あたりみたいですね。あーそう言われると緊張して足が。ああ。もう一回トライしようか。今度は翼で少し距離を縮めよう。すごいおかしな挙動になってますよ。何やってるんですか？次章でちょっと高いところからやってみようか。ここからならさすがにいけるよね。もうちょっと高いところの方が良かったのでは。スキル使って進んでいけば、いけるのでは？うまく着地できればいけそうですね。あ。もう、絶対取れる気しないアタック。モリリンさんが壊れた。もう諦めます。先進めましょう。ふうやっと見つけた。そこまで時間経ってないですよ。ちょっと素材集めながらやってたからね。なるほど。素材は集まりました。一応レベル1にできる量は集まったよ。それは良かったです。それにしても視線って、すごい自分のやりたいことに熱心なんだね。確かに探求心がすごい。まさに冒険者って感じですね。まあ周りは振り回されてばかりだろうけどね。でも憧れるよね。まあダメダメなところもありますけどね。けど失敗を重ねて成功できることもあるから、視線は立派な冒険者になれるだろうね。私たちも応援しましょう。さてさて、今回はここら辺で終わりにしようかな。とりあえずレベルアップだけしに行こう。お、ぴったりですね。レベル1で樹脂もらえるのは嬉しい。確かに、必需品ですからね。あと蓄積できるエネルギーが増えたね。まあこれからって感じですね。それじゃあ、次回も任務と探索やっていこう。それでは最後に、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。お願いします。ではまた次回。